モーリーのあなたをほっとかない。ホットドライ。おはようございます。ミキと。モーリーの。あなたをほっとかない。ホットドライ。ええー、幼馴染の二人が、えー。素敵なゲストを招いて。ゆるーく、えー、おしゃべり投稿しています。はい。 今日のゲストは今日のゲストはえっと僕のいとこで梅津健司さんですよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いしますあそっかいとこはいいとこですよ今今今いとこだったんだあの那覇市首里でえっとまあ美容室ねクックとデジャブっていう美容室をやっててそこのオーナーさんでまあ 今回、まあ、僕がね、あのー、何年前かなもうめっちゃ貧相な時に <laughs> お金がない時に <laughs> <laughs> ターシーに毎月って髪を切ってもらってうん、うんね、助けてもらったから、うんまあ、こういうところにターシーに出てもらって、うん、ターシーの。 いいところ、確しね見た目可愛さ、怖くない方、はっきり言ってる、可いから本当にいいことやってるから、そういう方ねみんなが気づいてもらえればなと思って今日させていただきました、ありがとうございます。ああよろしくお願いします。はい。じゃじあ、じゃあ確か自己紹介。あ、自己紹介はとりあえず種類で種類でパーマヤさんしてます。はい、パーバヤ、パーバヤ、竹下と言います。はい。 タシー、タシーって言うんでね、はい、もうタシーでいいです。はい、はい。まあ今日パーマ屋っていう話よりもタシーが、まあそもそもね、なんでパーマ屋からやったかっていうのが一番気になってきそうそう、なんでタシーがパーマ屋やったのかっていうのが、あ、そか、でも俺がパーマ屋さんにやったきっかけっていうのは、基本俺もともと中学校からバイトしてたわけさ。あ、でもパーマ屋ではないんだよ。 なんか近くのビデオ屋さんでバイトしていてからでバイトしていてしてふらふらしてる時に、うん、あの近くのおじさんがこのビデオ屋に髪切りに来ようっあっというビデオ屋さんに、うん、あのレンタルで来てたわけさ、うん、して来てもうずっと何かなやることがないからえ中学からバイトできるのできるよきるきるあ店番 あああの,角のパビデオじゃなくて、うん、お家の向かいにビデオ屋があってからそこの人に、うんうん、俺結構やってたわけずっとうんまあ夜までへえお小遣いお小遣い稼ぎさねぎ中学校3年かあ <laughs> すごいそしたらここにおじさんがよく来てたわけさオーナーさんがねうんでその人がああ多分接客できるかなと思ったのかな、うん、あんたもなんか掃除とか、うん タオル洗いいととかかか掃除パーマ屋しててみなっあの時代ってもう35年ぐらい前なんだけど美容師さん不足が超だったわけさ本当に人がいない時で多分それきっかけもあったんじゃんかな男の人もいなくてそれで「パーマ屋しないか?」って言われてそれがきっかけだんだ初めてパーマ屋さんにいた初めて働いた時にダンパちゃんにしかいたことないから美容室には行ったことなくて。 後ろ向いて散ンするのも知らんかった。ああ、確認。あ、さ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 、そんな感じかな。へえ。きっかけはそれだね。へえ。そのおじさんに声をかけてもらって、そのおじさんがもうパーマ屋さんやってたってことですね。あ、そう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 。です、そうです。へえ。近所の方でした。近所。ね。そうなんでそこでじゃパーマやるじゃん。パーマ屋でまたバイトするってこと。ビデオからパーマ屋で。あ、でも基本見習えんだよ。あ、見習い。見習いをやって。 見習いを結局16から働いてるので、うん、して18の時に美容学校行ったわけさあ<ー>働きながら美容学校行ってうんして免許取ったっていう感じ、えー、やりながらやっぱりなんか好きっていうかそこが自分の居場所と感じられたっていうかなんだろう,うでも一応 免許取らんといけないっていうのは先輩たちが教えてくれて<ー>技術だけじゃないってあるさうもうそれでしかんでからさ <laughs> <laughs> え俺できないんのだからどうするかってからそう学,学歴のね <laughs> 話されてましたよねそう,そうだからもうそれでちょっともうとりあえず学校行って毎日毎日毎に一番前に座っててあすごいえなんで前に座ろうと思ったのいやももううフラかかからららんから <laughs> っ不,良不良は一番おもしろさ、うん、なんでう不良一番おもか。いやそれはもう分からんと困るわけさ、うん、一応仕事してるから一応大人の一員さ16歳でも仕事はしてるので俺はもうパーマの免許を取りにここの学校来てるから、うん、みんなは勉強しない子たちもたくさんいたけど<ー>俺は免許取りに来てるからもう毎日育つだやっぱ本気いいでしょやっぱりそれをね あの資格を得たいそうじゃないとまたそれが仕事になっていかないっていうところも含めて分からんわけさ、ね、してまたビビったのが教科書何教科もめっちっ8教科ぐらいあったわけさだからしかも字も読めないしどうするかっていう, <laughs> もうそれでもう,もう大変だったあこの字も読めないっていう話も含めて、うん、今私たちほら来る前に少し話したけど。うん ラジオ聞いてる方たちはほらタしさんがどんな人だったかっていうかどんな小学校<ー>中学校とかだったかみたいな。たぶん二年生ぐらいの実しかを呼べないはず小学校二年生。小 <laughs> 学小学校小学校。うん。だから基本これあの前にもね本にもいろんな書いて開きらあの学校あの専門学校行った時に<あ>たまたまだよ、うん、そこの先生が、うん、あのとってもいい先生がいたわけさ。 毎日定時により4時とかに終わるさ学校終わったら毎日これ全教科書振りがなから始めよう全教科書だよもう何時間もとりあえず毎日毎日振りがな打ってあんたこれ漢字書いてごらんとか全部振りがな打ってそこからやったすごいいやだから結構それをやったから結構意味が分かったやっぱ漢字でり 変換されるでしょ言葉っも人間って弱いさ、うん、途中でしかも学中学校もそんなに行ってない人が専門学校でって勉強するじゃん、うん、<coughs> 途中でもうやりたくないってなるじゃん。やりたくないじゃなくて一応もう働いてるから、うん、働いてるからもうこれ以外ないと思,うわけ思ってたわけさ。うんでも全然やっ っていうわけではなくて、うもうわからんすぎて困ってた。もう嫌ではないんだ。嫌じゃないもうビビりビビってた。えこれお金も払ってるし、ねお金もないのにこれ頑張って自分で払ってから来たんだけど。はいはい、だからでも結構俺あの勉強できないエピソードのやばいのがあってから来たい来たいあのゴムさ、ういう一応さ、こういうこういうシュールは大好き。シュールな声。袋の袋の時に。<laughs> 十六の時に行って免許取るさ、はい、原付から最初に取るけど。は、うん、したら。俺、十五回ぐらい落ちたわけだ、落ちた。やばいだろう。十五回。うん。したら。あの献血のお姉さんが。と友達になるぐらい。わ <laughs> かる。献血でより献血してっってから来るさ。 あの前のパシフィックホテルのところですかあそこにあったんだ献血ルームがあるさ入り口にやったら「お願いします」みたいな大丈夫受かったら茶落ちしてたからもう顔見知りになってまた落ちたってそしてこれですごいこと発見したのこれやばいことが何ですか 多分14回15回目ぐらいの時にさ同じように受けるよそしたらもう多分免許取り消しになったぐらいのおじいがよ多分丹米さん6070ぐらいのおじいが俺が16ぐらいの時に手上げったわけさ何するんかなと思ったら「振り仮名つきちょうだい」って言ったわけさこのおじいがあるんだよそれが。したらら人ぐいがり みんなと、あれだろやったことないでしょ絶対やったことないやろうそしたらおじいがあってからあれ振り仮名とあるんやさと思ってから俺も手あげてからそれでそう振り仮名でお願いしますって言ったわけさええしただそれだけだったってことだだからそれはもう俺的にはもうこのおじいはもう神様だったわけさそれにじゃあ今この14回は振り仮名がなかったないが読読めめけどんわけさ だから丸バツは適当感覚出てた一応なんとなくだけどあのひらがなだけは読めるからひらがなだけをやっても漢字で引っかかるから絶対受からんわけもう何って感じもうこれやばいよな申だからこれをウォッタドシグワタとみんな話したらよっしゃ死にフラーだなってだいたい1,2回で受かるから一二回。 そしたら大体誕生日が後の人なんかとも,ちゃも,う,もう受かった人はどんな、ね、<laughs> 俺はもうずっとずっと友達と行ってしまいにはもうっていう感じだからそれぐらい字ができ読めないわけあ、えー、あ今読む人はないけどねまあそんな感じええでも「助け出」があったわけだよねよだって15回目に神様が現れそう,そ,うそしてまた専門学校でもそんな本当に素晴らしい先生がいて だから俺はとりあえず恵まれてたわけさ、チャンスがあったわけさ。ねしたらそこを帰りに献血してあげたよ。これまでしなかった。やらなかった、やらなかった。もう絶対受かるまで受かったらやるっていう。さあ、そのそのそのあにはやった。ええ。いやあすごい。もうこれもすごいね。十五回。最近うちの息子が取ったんですけどね。そうそう原付ね。そう。 大概れるようなっていいですかたぶんあの時代やっぱあれなんじゃないかな昔の人は学校行かんって人たちもいたから虹が読めない人もいたからうゃなくてふりがなつきっていうのもあったんだゃなな。とか夜間中学校とかもやっぱあるからね戦前ね戦後か学校行けなかったとかね人たちもいるんでああそうかすごいなそれもでも諦めなかったからだよねだって。

でもさっき本の話もしてたので本の話も少しいかかがですかちょっとはこのなんか「ちゃー笑い」っていう本だけどでも結構なるんだよ、うん、これも十何年かなるけどでもその本もなんかな別にパーマイの話ではなくてこの「今の笑わらった」にさうん、うん、ちょっとでもおり。 ん生き方のチャンスとかん,なんかそういうのがヒントになればいいかなと思ってから書いたやつなんだけど誰かに勧められたんですかこれは話よくしてたらこれ本にした方がいいよって言われたとかでもそうではなくてうん、うん、あでも結構ブログとかあの時代ブログがあったうん、うん、だけどあれを結構やってたわ、はい、あそうなんですね。してエッセイっぽいのはいつもこんなのいつも書き,書,いて書き留めていてから<ー>でもやっぱり伝えたいっていうことって っていうのはねたくさんあるからね、うん、やっぱお客様を通してなんかこんなした方がいいんじゃないかなあんなした方がいいんじゃないかなとか。っていってもねお客さんにはそういうことをお話しできないさ。ねそうで 別にパしに来てるのにもっとこんなやって笑った方がいいんじゃないって言えないでしょ。あと生き方よりこういう思想とか考え方持った方がいいんじゃんっていうのも言えないさ親しい人にはお話しできたとしてもでも生き方の流れは大会分かるからなんかヒントみたいなのっていうのかななんでそれを伝えたいと思ったのほら別に商売人じゃん伝える必要ないさ金儲けすれば っていう考えもあるさでも伝えるのはねいろんな人たちも話してるけどやっぱりこの不幸っていうかやっぱり人の死とかささっきも自殺の自殺っていうか身近に知り合いの人たちが何人か自殺するっていうのを見てたらさ生き方とかさなんかもっとチャンスとかなんか SOS って絶対あったんじゃないかなとか。 でもそういうい、ね、なってしまったらもうこうなってしまったってなるかもしれないけどそのなる前の何かヒントっていうのでも何かあったんじゃないかなっていうのがなんか俺的にはそれをとってもなんか見えてあった部分があったからなんかやっぱり自分の思ったこととかなんかな弱い時には弱いって言った方がいいしだからそんなこともちゃんと話ができたらよかったんじゃないかなっていう。 はあ、まあそれもきっかけだねだからやっぱりこういうのもあるからだからいろんなとこでこうはとかいろんな話したとしても、うん、なんか弱ってる自分とか、うん、どうなったら前に進めるかなとかんなんかそういうものさ、うん、そんなのがなんかできたらほうがいいさね、うん、そうですねだからそれはとっても思うな SOS、うん、をね出せるそう そうだからこれってね関わり方っていうか人によってもより絶対ね出してる人もいれば出せない人もいるしでもこれからねんか楽しくっていってもこの日本の日本がどうなるかっていうのも分からんしうちなんかこれからどうなるかも分からんからでも今の今できることっていうのがねやれたらいいんじゃんかと思うな。今今でででききるるここととすよねそれはやっぱり精一杯 伝えたいメッセージを書いて見、うん、いるっていうところだよね、うん。私みたいにじゃ、うまくしてきた人が。うん、だから、さっきも言ったけど、どうやったら、どの場で喋って方が楽しい、生きるんだろうって。なんか、俺、そこを考えて,て、てとっても、ったいないんだよね。うんうん、本当に、いろんな人たちに聞いてほしいし。まあ、だからね、うち、もう、子供食堂もあるし、うん、そういう子たちが来るところもあるし。うん、逆の お父さんとかあ親もいいよね。でも親も必要だよ。うんうん、これからなんか親のものとか親の関わり方とか、うん、結局そういうなんかな今コミュニケーションとかが全然取れてない感覚もあるから、うん、したらこれができんかったら恋愛もできんわけさ。ああ。ね、恋愛恋愛,恋愛もできんし結婚もできん、うん、最終的に結婚もできんわけさ。そうか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  結婚するのもかしましいっていう難儀になってしまったりとか3年間ね余計にコロナでやっけいコロナがいたからそれも問題なのもあるかもしれないしそうそうそうあのコロナ禍の中で結婚しない人たちも増えてくるっていうさねそれはターシーなりのまた感覚でんっていうところもあるし理解できるところもあるじゃん。おそらくターーシたたちみいなこの感覚 っていうのはとっても大事だと思うんだよな。でもね、やっぱりずっとおりたくさんの人たちと、おり、接するさ。うん、接するから。俺はなんか。基本、何が。正解かっていうか、基本、茶笑いとか自然体にできるのが。幸せだと思ってるさ。あの、まあ、普通にね。うん、確かに、気張ってからやるのも、もちろん。ね、たまには頑張らっていけん時もある。けど。うんうん、でも、基本、楽しさとかさ。うんうん、何か。 何かあった方がいい気がする。うん、いや、そうですよね。生活、うん、の、ね、生活の中でね。ちゃんとメリハリがあるっていうのを、なんか一個ずつ作れたらいいかなっていうのもあるよ。うんうん、はい。そうですよね。なかなかね。普通の生活したら、このメリハリが難しくなるさ。うん、そう、生活がそう、な流,流れていくというかね。いつものことをただ繰り返してる感じね。ねそう。そううん、なんです。ただ、もういつものことだ、繰り返してるだけであって。うん で遊びに行ったりとかいろんなことって何を遊びに行くよっていうだ今のチビ笑わったか小学生が髪切りに来たとするさ、うん、何するかってヤグマ入なわけさあ<ー>して今外に,外に出る出るっていうよりはもう通信でゲームできるしそこも俺たちの時代と違うさでもそこはそこでより限られた人たち としか友達できないしでも俺は昔の時代が良かったっていうのは面白くないやつとか嫌いなやつも一緒にいたわけさそこってとっても重要なわけさ重要そうそうそうそそうそう俺が言ってることは嫌なやつとも一緒にいて生き方って 小さい時にも嫌なやつもたくさんいて、うん、嫌なおじさんもいたし嫌な人たち大人もたくさんいた中での生活って、うんうん、今でも一緒さ大人になっても嫌なやつって絶対いるなんで、うん、自分に嫌なやつって言い方っていうよりは自分に合わないやつとか。はいはい でもその人たちを回避する力っていうのは小さい時から養ってるんだよ、うん、俺たちはその人いたからですよねそうそうそういたから、うん、でも今はもともとその嫌な奴とからもともと回避するっていうか嫌な奴と関わらないような、うん、あの、うん、今は育ちただから突然嫌な奴と会った時にこの対処ができないのが今のコダンバ、うんうんうん、ああ だからやっけえだわけさちっちゃなことでちっちゃな本当にさ普通に普通に生活してでもちっちゃなことで SNS で一言言われただけで、うん、別に面と向かって言われたことないよそれでも学校行くだけ前関わり方がちょっと下手くそになって,ってうんそれは子どもから聞いたりとかお客さんから聞いたりとかほ、うん当はもうなあのちっちゃい時にこういうなんかなだから あのまあ、親が親でもそうなんだけどさ、うん、親が嫌なやつもいたこんでもこんなだよ嫌なやつもいるよ。うん、でもでもそこの中ではこの人たちはこの人たちの生き方があるから嫌なやつは嫌なずやつさっていうぐらいの余裕を持ったあのお話の仕方をした方がいいかもしれない。うん、大概の多分俺が思うには今の親だと俺も親なんだけど、うん、<laughs> 高校生は親だけどね別にフラフジとか変なやつがいたとしても。うん まあそんなやつはいるでしょうっていう、うん、その想定でのものを小さい時から一緒にあの育った方がいい気がする。うん、関わるなよって言ったら <laughs> あの大人だったら関わるので <laughs>。<あー笑> うん、仕事に行ったら選べんさ。選べないですね。ねいい会社だろうがどんな会社だろうが行っててもね、ヤケシジャーはたくさんいるわ、うん、<laughs> かるかな？これヤケシジャー。ヤケシー、わ <laughs> かるよね。ヤケシジャーいるよ、世の中にもたくさんいる,、ね、いるね。でもまたそ,、うん、そこで学びがありますよね。確かね、うどうコミュニケーション、どうどう話して。 やらなきゃいけないことがあって、うん、どうしてもこの人通さなきゃいけないとかっていう時に、ね。だから、今はね、俺たちの時には我慢とかいうのあるけど、今は結局ね、うん、ブラックっていうのはもう略系のことさ。だから、こっちはブラック企業だから、すぐやめます。はい、何でもかんでもブラック、ブラックっていう。まあ、もうそこもね、一つの今の時代の流れなんじゃない。ああ、そっか。だから、守られて、守られて育ってきたから、ちょっとしたこのブラックとかの、その反応が、すごくこの。

いろんな人たちがねこの社会を作ってますよね社会を作って関わりを持ってやってるからそうですね本当にいろんなね乗り越えたからこそ言えるじゃんそれって例えば俺がじゃあ何年前か15年前か苦しい時にターシーのところ月1回来てさいろんな話をしてさこんな本読んだよあんな本読んだよってターシーに行ってターシーもうーんってただただ聞いてくれて。うん 聞いいいてててくれてそういう場っていうのかな、うん、であターシーは余計あんまり口数多く言わないわけさ、うん、こんな考え方もあるよねとかこういうのもあるよねとかこういう感じだよねってボソッ,ボソッとしゃべるわけ、うん、で俺はその場が行く行き場所がなかったから、うん、俺はその時の,あの人の目を 当たらないように生き正しいところに行くことでボソボソって言ってくれてちゃんと自分の居場所があるっていうのかな月1回。っていうのがやっぱりそれもあったから俺は乗り越えられてきてるじゃん。だからこの乗り越えられる乗り越えた人がそれは言えるけれどもじゃあどうやって乗り越えていくかではね関わっていく温かく長い目で見ていくのか。そそううだだねねかく長い目よ だからターシーみたいにこうやって、ね、地域で首里で、うん、パーマ屋やってていろんな人たちが来るじゃん、うん、長い目で見ていくしかないさ、うん、関わって、うん、そうだからもう直接何も言えることじゃないわけさ、うん、もう長くて長くてずっと見て、うん、あの何も言えない人もいるよ確かに問題にあったえでも言えなくても言えなかったら言えないでもう なんか遠回しでもさなんかこんなチャンスがあるんじゃないこんなことができるんじゃないみたいなことを少しずつでもさなんか伝えれたらいいなっていうのは思う。なでもパーマイヤは基本人って綺麗になるさ鍵もよくなるし男はかっこよくなるしそしてこれがずっとやっぱ続くっていうことはやっぱ綺麗になるもん人って。 やっぱ綺麗になるヒントとかな、綺麗、うん、になるっていうのをやっぱりずっと手伝いしてるから、うん、だからずっと喜んでもらえたらずっと、ね、リピートもなるんじゃないかなと思うね、うん、あと中でもなおしゃべりしながらさでもありがとうって言われてる仕事ってなかなかないわけさ、うん、普通にね,ねご飯買いに行ってからありがとうって普通に言わんさ、ねうん、な,なんか物買ってこっちがありがとうって言わないさ、うん、な。 でもパーマの前はお客さんからきれいになったからありがとうございました、はいね、って逆にありがとうって言われるのが多いから楽しいよですねいいですねうちもなかなかありがとうって言われないからね <laughs> <laughs> 君の仕事はな <laughs> 言われることはない。<laughs> 丸にあるよでも丸にあるよ。うん。なんかそうなんかだけど燃えるって。なんか仕事大好きみたいな。あ私はもう電話とか大好きですね。いろんな人がいるから、はい。一番そうお客さんに近いのがいいですね。うんうんうん一番それがいい。はい。笑ってる。一番そっか楽しいのはありがとうか。ありがとう嬉しいですよね。でもそれがねそれがそら俺らもずっと昔から思うな。でまたその人が輝くっていうかねやっぱり本当に綺麗になるから。 見てるだけでもとってもいいと思います。うんうん、本当にね。嬉しい。なんか上等になりましたとか、あさっぱりしましたとか、一応気持ちが返ってくるさね、うんうん、基本ね。うん,うん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 。まあ、それをね、なるように頑張れるいいこと。そう、だから技術も持ってるし、うん、まあ、やっぱり。ね、こうやってリピーターがずっといるっていうのは、きっとこうやって話をね、聞いてもらったように。話を聞いてもらえたり、そこが居心地が良かったり、うん、技術だけじゃないとは思うんですよね。うん、やっぱり持ってる。

毎月第二第四木曜日。木曜日の朝十時から放送しております。はい。はい。みきこと糸数みきと。毛利こと。金本盛安。でした。でした。またね。こんな感じで。こんな感じ。ゲストから一言もらえなかったね。最後の一家。沖縄の子どもたちが。 生まれ育った環境にかかわらずなりたい自分になることを大人が応援できる社会を目指したい夜が明けて新しい一日が始まる時を悲しみや苦しさで迎える人の肩にそっと手を置く存在がある世の中にしたい違いを認め合い歌ったり踊ったり冗談を言い合える心に遊びのある社会を私たちにはそんな夢がある